アマド・ハミド・ニアンは、セネガル出身のサッカー選手。同国代表である。ポジションは FW。2007年のセネガル年間最優秀選手である。ルアーブル AC の下部組織に在籍するが、トップデビューすることはなく、1999年に、トロワ AC に移籍した。その後2003年に移籍した RC ストラスブールで、ダニエル・リボヤや、ミカエル・パジなどと共に活躍し、 2005年にはリーグカップを獲得した。2005年に移籍したオリンピックマルセイユではワントップ時にジブリルシセオベンチに追いやるなど指揮官の信頼を得た。2007から08シーズンには18得点でカリム・ベンゼマに次ぐ得点ランク2位につけた。2004から05シーズンから4シーズン連続で2桁得点を挙げている。2009から2010シーズンは ロリックカナが移籍したためキャプテンを務めた。2009年8月8日、2009から10シーズン第一節のグルノーブルフット38戦では、開始2分に得点した。これはリーグアンの2009から10シーズン初得点となった。最終的に31試合に出場し17得点を記録し、得点王を獲得。マルセイユの優勝に大きく貢献した。しかしながら、 シーズンオフにわたチームへの移籍の希望を公にしていたこともあり、2010年8月、リーグ2節を終えた時点で、フェネル・バフチェ・ SK へ移籍した。移籍金は、推定800万ユーロ。2011年9月6日、カタールのアルサットに750万ユーロで移籍した。2002年3月27日、ボリビア代表との親善試合で、セネガル代表として、 初キャップを記録。2004年、2006年、2008年のアフリカネーションズカップに出場した。ありがとうございます。